おはようございます、みさぺこです。さて本日は、はい、ということで本日は先日行ってきたマウスピース我流転生の感想を喋りたいと思います。そう、先日ゼップ福岡で我流転生の方を見てきたわけなんですけれども、正直に言います、上田くんの記憶がありません。というのも、あのスカーっていうバンドのギタリストことマサミンが、あのマウスピースのギタリストとしているわけじゃないですか。そっちに目が行ってしまった。いや、なんか最初はね、上田くんのソロを見ようと思って行ったんだけど、もうなんか気がついたら下手にいて、気がついたら下手のまさみゼロズレで、もうまさみ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 言ってた。もうまさみかわいすぎた。なんであの滋賀県の会社員42歳。めちゃくちゃかわいい。かわいいがすぎる。かわいいでしかない。なんかのさ、曲の時にさ、なんか上様が手をこう、まさみのここをこうするシーンがあるんだけど、その時に、あの手の甲を噛んでる、はんでるような、あの描写っていうか、その表現があって、ってなったってなった。もうなんかすごい、なんか声を出していいところだったから、場所的にね。だから、あのめちゃくちゃ大きな声で、まさみお前まさみって言ってしまったそれくらい、うん、すごかった。で、なんかまさみがめちゃくちゃ可愛かったから、もうなんかすごく幸せだった。お昼と夜と入ったんだけど、お昼の時はもうまさみをずっと見てる状態でした。まさみのね、そのギターを弾く時の表情がね、すごくいいんだ。もう本当に私のことを大好きにさせてくれるなって思って。で、なんかまさみが、そのなんだろうな、まさみのそのギターの弾き方っていうのが、私の好きなこうパフォーマーの方と同じような感じなので、とても私の中でもう好きの一部と合致したので、生で見てもうまさみしか勝たんってしかなった。うん、私の推しギタリストは結構あのバンドを辞めがちなので本当にまさみだけはマウピに残ってほしいってずっと思っている。うん、で、夜公演なんですけれども、夜公演はもうすごい正番後ろの方で、D ブロックだったかな、だったので、もうなんか全体が見れるところで見てました。で、あのまさみがさまたまさみの話しちゃうんだけど、まさみがさ、なんかもういろんな人にさ、見てるよーってしてるわけじゃん。かわいいと思って。で、それで、あのその時に、お昼夜公演の時にゆっくり上田くんを見ることができて、なんかすごく、なんか上田くんのパフォーマンスに対するすごく熱心なところとか、すごく素敵だなと思って、あの私はさ、あの1582がすごく私の中ですごくイメージが強かったんだけど、1582の時のその男女のやつってすごく、なんか亀梨くんがやった時もすごくお前ってなったんだけど、上様がやってもお前ってなって、お前それお前みたいな、服着て、うん、私はね、ずっとね、上田くんに対してね、あの服着てって思ってました。服はちゃんと着てほしい。あのね、軽率にね、あのアイドルがね、服を脱いだらいかんよ。うん、そんな素敵なあのお体をね、あの群衆にさらすなんてね、そんなありがとうございます、このくらいのチケット代でいいんですかって思ってました。うん、本当に幸せ空間だった。なんかみんながすごい、なんか上田くんのことが好きなんだな、ワースピースが好きなんだなと思って、なんかみんな一体感にやって、カンタービレを全員で歌うところがあったんだけど、そのカンタービレもみんな一生懸命、なんか
たとえうまくなくてもなんか気持ちを上田くんに伝えようって感じに捉えれたのね、私の中で。だからなんかすごくなんかどんな風な、なんかまあ私的に聞いてる感じ下手だなって思うこともなかったし、なんかみんな上田くんが作るステージ、上田くんが考えた構成っていうのをその素敵なものにしよう、最高の思い出にしようっていうのがなんか伝わってきて、本当に素敵な上田たんばっかりいるんだなって思いました。うん、上田たんって総称なんて言うんだろうね、辰組龍組なんかそんな感じで呼ばれてたりしますよね。もう本当に幸せな空間でした。ですごいなんか映像とかもすごい綺麗で良かった。あとギリストもすごくなんかもうなんか最高にかっこよくて、でなんかちゃんとコール&レスポンスができるところがあってっていうのもあって、本当に本当に最高の一曲が桜井翔くんと作り上げることができたんだなって思って、私は感激の感激の感激の感激でございました。男性の方も結構いらっしゃって、すごくなんか女性ばっかりじゃなかったから、まあ男性とかカップルでいらっしゃってたりとかしてて、なんか男女ともにこう支えてもらっている上田くんって本当に本当にすごいアイドルなんだな、すごいアーティストなんだなって思いました。うん、今なんで疑問符ついたんだい。うん、なんかすごくパフォーマーとしてすごいんだなっていうふうに思いました。でね、あのね、あの絶対私だと思ったのが、あのバックダンサーでリッキーがついてたんだけど、リッキーにファンサーをもらった気がする。リッキーにずっとリッキーにずっとハート飛ばしてたら、リッキーからハートをもらった気がする。うん、気がするだけ。でもね、本当にリッキーがいてくれて本当に良かった。私カトゥーンのバックダンサーさんでリッキーがすごく好きで、その何年前、ハニーぐらいの、ハニーかな、15周年の時はまだジュニアがついてたからハニーか、ハニーの時からリッキーがすごく好きだったので、今回上田くんのソロコンでもリッキーを見ることができて本当に幸せだなって思いました。もう本当にね、コンサートっていうかライブが一体感がすごくて、本当に本当に最高の時間を一緒に過ごせたなと思いました。ありがとうございます。で、当日その上田たんっていうか、そのなんだろうな、いつもの名称で言うと佐久間たんと目黒たんの子と、あと宮舘たんの子と、公演後にちょっとだけ合流してちょっとおしゃべりできたのでとても良かったです。そこでね、あの私がやりたいこと、私が今後こういうことを考えてるっていうのも伝えれたから、それに向かって私はどん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 突き進んでいこうと思います。ということで本日の動画はここまで、いかがだったでしょうか。上田くんのねソロコンの感想をただただおしゃべりしただけの動画になってしまったんですけれども、あのこういうところも良かったよねとかあったらコメントしてくれると嬉しいです。はい、これからもね、あの素敵な公演とか入っていくようにしたいと思いますので、これからもね、スタートエンターテインメントのオタクは続けていこうと思います。ということで本日の動画はここまで、いかがだったでしょうか。よろしかったらまた次の動画でお会いしたいので、チャンネル登録、高評価、コメントをしてお待ちください。ということで、みさぺこでした。またねー、バイバーイ。